ペアリングっていう機能なんですよね。Bluetooth のこと言ってんのって感じだと思うんですけど、リードをなんかうまいことやるとマッピにフィットさせることができるっていう優れた機能があるみたいなので、サックス奏者の馬越脇亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、サックス奏者の方にぜひ見ていただきたいんですけれども、前々からですね、とっても気になっていたリードをレビューしていきたいなと思います。というわけで今日扱うのはこちらでございます。ほい、ドゥドゥン、シルバースタインの樹脂リードを検証してみた、イエイ。はい、ということでもうね、ちょっとすいません、開いちゃってるんですけどこちらですね、シルバースタイン、皆さんご存知でしょうか。あのリガチャーでね、非常に有名でして、僕もあのジャズ用のセッティングで使っております。こちらシルバースタインのリガチャーがあるんですけれども、このシルバースタインが出した樹脂リードっていうのがこちらでございます。ほい、で商品名で言うとアンビポリーリードっていうんですかね、アルタって書いてあります。まあ、これ1枚だいたい4000円ぐらいなんですけれども、非常に高性能だと。でクラシック用、ジャズ用と分かれている、ね、もう一つ僕気になってたのがペアリングっていう機能なんですよね。 Bluetooth のこと言ってんのって感じだと思うんですけど、リードをなんかうまいことやるとマッピにフィットさせることができるっていう優れた機能があるみたいなので、それをですねじっくり検証していきたいなと思います。実はもう吹いたんですけどね、結論から言うとすごい良かったですただのペアリングとかやってないので、今日そういったところですね深掘りしていきたいなと思いますので、興味ある方ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。では行ってみましょう。はい、ということで今回ですね扱うリードが、先ほどご説明したんですけれども、シルバースタインアルタアンビポリリードということで、ホームページあるんでそれ見てみましょうか。山野楽器さんが非常に分かりやすくまとめてくれてるんですけれども、良質な経に香る新素材としてシルバースタインが提案するアンビポリマー経が微量の水分を吸収して水槽感やサウンドに変化をもたらすことに着目した結果、経と同様に水分を吸収しリードトリマーやヤスリで削って調整することもできるということで、まあ、樹脂リードって基本的に水分を吸わないっていうのが今までの常識だったんですけども、これは水分を吸収するっていうことですね。なので、まあ、非常にですね経に近い、足に近いリードが表現されてるっていうことらしいですよ。すごいですね。クラシックタイプ、ジャズタイプっていうのはサックスはありまして、今回僕が購入したのがですね、ジャズ用の3番というモデルでございます。ほい。クラシック用も非常に興味あったんですけど、単純に僕が持ってる樹脂リードがですね、この間比較したファイバーリードだったりとか、まあ、これカーボン製ですけどね、とか、まあ、あとはベンですね、ダダリを出してベンの、まあ、ジャズで使えるようなものもありますので、その辺とちょっと比較したいなっていうのもあってこっちにしました。で、まあ、メタル用の樹脂リードっていうのを僕未だに探してるんで、それになったらいいななんていう望みも込めております。そして、まあ、これ開いちゃってるんですけど、まあ、実際現物はですね、まあ、こんな感じで、ここにですね切り取り線がついてました。ベリ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 と紙を剥がすとパカッと開いてこれが出てくると。で、紙が非常にマットで、この金文字がかっちょいっすよね。ちゃんとしまえますよという感じになっております。じゃあ実際出してみましょう。シュルシュル、はい、こんな感じでございます。こう透け感は見えないかな、もう実際の剣みたいな感じにですねちょっと透けてます、先端が。なので根元から順番に薄くなっていってるっていうのが、まあ目で見ても分かるような感じですね。でロゴが入っていて、ね、いわゆる普通の樹脂リードと同じですね、サラサラしております。じゃあ早速普通に吹いてみようと思いますって言っても、実はもうちょっと吹いちゃったんですけど、っていうのもですね、あの厚さをどうしようかなって思いまして、非常に悩んでて、3番買ってみてどうにもならなかったらちょっと他の買って、まあ、動画にしようかなと思ったんですけど、3がもう良かったんでこの1枚で済んだっていう感じでございます。なかなかね買いまくってると経費かかっちゃいますからね。よし、じゃあつけてみます。音を出してみます。
はい、いかがですか。めちゃくちゃ良さそうじゃないですか。僕も実際吹いてて、あの足に非常に近いなっていう印象があります。つけた感じの見た目は、まあ、こんな感じですね。見えますか。まあレジェールとあんま変わんないんですけどね。ちょっとレジェールよりかは白っぽい感じがします。で低音もですね、非常にサブトーンチックというかファーって音がちゃんと入るんですよね。で反応もいいんですけど、上も結構音程高めに取れます。っていうところが非常にですね、樹脂リードとしては優秀だなっていう感じですね。この間使ったあのファイバーリードはですね、ちょっと薄くて、で高音がやや下がっちゃうかなっていう感じもあったんですね。で逆に厚くするとモサつくなって感じなんですけど、これめちゃくちゃベストでした。3番をセレクトしてマジで良かったっていうめちゃくちゃ良かったです。ということで音質比較っていうのをしてみたいなと思います。今吹いたのがですね、ラバーのマッピですね、スタジオデラックスにつけたんですけれども、これとこの間比較したファイバーリードとベンの樹脂リード比較してみようと思います。音階を吹いて、そして簡単なフレーズ吹いてみますので、ぜひ聞いてみてください。こんな感じでございます。はい、ではまずこちらアンビポリリード吹いてみようと思います。音階を吹いてフレーズ吹いてみます。はい、という感じですね。非常に吹きやすいです。ではお次、ダダリオベンの2半を吹いてみようと思います。まあ、これも非常に吹きやすいので気に入ってるんですけどね。行ってみます。はい、という感じですね。あ、非常に吹奏感が近いですね。ベンは2半で、こっちのあのシルバースタインは3なんですけど、まあ、ほぼ同じ感じです。でなんならベンの方がちょっとシャバシャバするっていうか、サブトーン気味な感じになるので、厚さ的にはなんかその辺が一致してんのかなっていうところですね。そして最後カーボンのリード、ファイバーリードですね。これのミディアムソフト吹いてみようと思います。まあ、これは非常に薄いのでちょっと扱いが難しいんですけど、では行ってみます。はい、あー薄いな、思ってたよりも薄いです。ただまあ音がすごいパッキパキになるんで、音でかいですね。倍音も高いっていう、まあ、こんな感じでございました。はい、では続きまして、まあ、今回僕的に一番気になってるところなんですけど、メタルとの相性がどうなのかっていうことなんですよね。で僕が散々ね動画に出させてもらっております、こちら巾着に入ってますけどね、はいね、レトロリバイバルちゃんに合う樹脂リードっていうのをなんとなく探してるんですけど、今回ちょっとこのアンビポリリード合うのかどうか試したいのと、あともう一つですね、今回のまあ目玉機能の一つであります、これ紙入ってるんですけど、ほい、このペアリングというやつですね。これなんかやり方的には30秒濡らすで15分吹くと、そのマッピに合ったリードに変化するらしいんですよ。本当かなっていうところで、まずペアリングなしに音出してみようと思います。
僕メタルはまだ吹いてないので実際どうなるか分かんないですし、熱かったりしたら音出ないかもしれないんですけど、ペアリングできるんだったらまあいいじゃんっていうことで推し進めていきたいなと思います。よし、着きました。では吹いてみます。おお、めちゃめちゃ吹きやすいです。すごい。僕はあのラバーのリードは緑ジャバの2本を使ってて、メタル用はダダリオンジャズセレの3ソフトを使って、ちょっと厚さもリードも変えてるんですけど、これすごいですね。両方今同じシルバースタイルのリードでやったんですけど、両方吹きやすかったです。え、もういいかな。いいかなって感じですけど、ちょっとペアリングしてみましょうか。30秒ほど水に浸す。リードの先端からバンプの裏までを。なるほどなるほど。ちょっとやってみましょう。コップの水、そしてバンプっていうのはここの坂になってるところのことみたいですね。バンプの裏まで、まあ、大体この先端ここぐらいまでってことですね。よし、30秒、よし、スタート。はい、ということで、はい、水につけました。じゃあこれを軽く拭いて、そしてここから15分ちょっと音出しをしてみようと思います。では15分後また会いましょう。はい、ということで15分経ったんですけれども、ちょっと馴染んでる気がしなくもないかなっていう感じではあります。最初にパッと吹いた時と水をつけて吹いた時で、もう水をつけた段階でもうちょっとやや馴染みを感じたんですけど、そっからまあちょっと時間かけて吹いていくことで、まあ、僕が慣れてきたっていうのはもちろんあると思うんですけど、ちょっと吹きやすくなったかなっていう印象はありました。メタルの方でも今これペアリングしたてのシルバースタインちょっと聞いていただいて、こっちのファイバーリードペンそれぞれ簡単に音階とか吹いてみようと思います。じゃあまずシルバースタインからいってみます。はい、非常に安定してますよね。めちゃくちゃ吹きやすいです。すごい。じゃあベン、これは2半ですね。これも普通に吹きやすいんですけど、ちょっと厚いかもしれないなっていうところですね。吹いてみます。はい、あ、吹きやすいですね。ベンの方がやっぱちょっと息が入りますね。うん、今吹き比べて分かりました。ではラストファイバーリードですね。これはまあちょっとバギバギな感じになるんで、そっと吹きたいと思います。という感じですね。まあこれはちょっとこれだけを吹いてる分にはいいんですけどね。すいません、僕はちょっとうまくコントロールできないですね。これいきなり吹くと皆さんもこうなると思うんで、ちょっと気をつけてください。やっぱ薄いですね。という感じでございました。聞いてみてどうでしょうか。僕は実際吹いてみてかなりこれ吹きやすかったですね。でしかもベンにまあ近い状況ですけど、メタルもラバーも両方いけるっていうところで、まあ、非常に良かったなと思いました。でこれ以上熱いと確かにちょっと僕的には苦しいかなって感じがしたので、まあ、メタルで僕今7番なんですけどね、開き7番にジャズセルの3ソフトつけてるので、まあ、そういうセッティング、割とこうパッと音が出しやすいセッティングで吹いてる方はジャズの3番っていうのは非常に選択肢としてはありかなと思いました。でラバーとメタルは絶対吹き心地違うはずなんですよ、広さも。僕ラバーは5番でメタル7番なんで、
絶対広さは違うんで反応は違うはずなのに、これだけ順応してくれるっていうか、割と今同じ感覚で吹けちゃったので、非常に高性能なリードだなと思いました。今ここで音出ししただけなんで、まあ、実際もうちょっと大きい音量で吹いてみたりとか運用してみて何か問題も出てくるかなと思いますので、まあ、その辺は実際に使って検証していきたいなと思うんですけれども、総括として非常にいいなと思いました、このシルバースタインアンビポリリード。ただまあ僕はやっぱ思想なしでネットで買ってますから、お店で多分吹けますよね。なんでまあ山の楽器さんとかそれ以外の楽器さんとかにもし置いてある場合はぜひお試ししてから買うといいと思います。レジェールとかも選べますからね。ということで樹脂リード今だんだん揃ってきたんでね、次はもう絶対レジェールですよね、やります。今厚さをですね非常に選定していて、楽器店さん行く機会あったらちょっと試奏したいんですけどね。それでまあ最終的にこの今回最大の望みであるメタルのリードですよね、これをはっきりさせたいので、頂上決戦っていうのを近々やっていきたいなと思いますので、樹脂リードね、いろいろ選択肢も増えてますし、技術も格段にアップしてますから、今回のリードは非常に良かったので皆さん吹いてみてください。概要欄に一応リンク貼っておきますのでチェックしてみてください。リクエストありましたらコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっておりますので概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Let it be the night that I am longing forLet's fly down south to Austin or to Ecuador just to drink pina colada on a hot, wet summer's day.